さあ、続いて、え東京都にお住まいの、ゆかっぴ。え滝沢さん、こんばんは、こんばんは。え今井さんがとても心配ですが、滝沢さんが今井さんのトゥーベースを守ってくれると知り、えー、せっかくなので、今井さんについて、滝沢さんの大切な小箱を開けて、開いていただ、い,だいて、え何かお話を聞かせてくださいと。よろしくお願いしますと。まあ、翼の、僕が知ってる翼のこと、ですよね。 秘密とか、そういうことですよね。えー、っとね、あ、翼んちの話って結構してます翼。自分ちの話とか。してないですかあ,たまにあのー、僕ね、実はちょっと前に、二度目の翼の家に遊びに行ったんですね。うん、あ、その話してないですか翼。あ、してない実はね、本当、ちょっと前なんですけど、翼んちに遊びに行って、あのー、 翼がね、まあ、一回目行った時もそうだし、二回目行った時もそうだし、必ず座った瞬間にアイスコーヒーが出てくるんですね。で、しかもソファーもあって、ダイニングテーブルもあるんですよ、うんうん、カレンチで、ソファーに座るんだろうなと思いきや、ダイニングテーブルに必ず座らすんですよ。で、必ずアイスコーヒーが出てきて、なくなると、なんかね、翼こだわりの水みたいのがあって、それを出してくるんですね。お土産に、しかも。これを飲んでよ、と。うん っていうのを必ず、2回ともありましたね。だからまあ、僕が一番気になってるのは、ソファーになんで座らないんだろういつも必ずダイニングテレビ2人で、アイスコーヒーを飲むんですけどね。はい。まつ、あ、ばさんじゃそんな感じになっておりますというお話でした。<laughs> さあ、続いて参りましょう。えー、ファンのママより。えー、いつも楽しみに聞かせていただいております。翼くんの笑顔みんなで待っています。 今日、滝沢さんがトゥーベースで翼くんの今の報告をしてくださるとのことでありがとうございます。一つお願いです。五右衛門の後の翼くんのトゥーベースがなかったので、滝沢さんが翼くんのお誕生日公演に行かれた時の話をしてほしいですと。え、愛之助さんはじめ皆様の愛情あるカーテンコールの話もよろしくお願いします。 本当に素晴らしい舞台でした。翼くん、いつも幸せありがとう。もう一度、翼くんの笑顔をみんなで待ってますと。なるほど。そうそう、翼のね、誕生日の時に大阪の、こう、ごえもんやっていたので、まあ大阪まで行ったんですけど、まあ、もちろんね、翼には内緒で行って、翼の楽屋に行って、ようって入ったら、まあ、すごいびっくりした顔をしてまして、 で、まあ、その後に愛之助さんの楽屋に行って、ご挨拶をしたんですよね。で、はじめまして、滝沢です。って言って、あ、滝沢、あの、どうも、はじめまして、愛之助です。電話番号交換しよう。っつって、<laughs> いきなり電話番号交換。<laughs> 秒殺で番号交換しまして。で、まあ、実は今日、まあ、つばさんの誕生日ってこともあるんで、キャスト全員でカーテンコールをやると思ってるんだけど、タッキーも上がってくれないかと、愛之助さんから言われて、 いや、でも僕、あの、皆さん、せっかく皆さんでいるので、僕は客席で、あのー、見ますと。大愛之助さん、本当キャストの皆さんだけでやってください。その後僕、彼と飯行くので、あの、そこでお祝いをするので、って、あ、じゃあ分かったよ。じゃあ、キャストでやりますねって話で、まあ僕は本番を見、見てたんですね。そしたら、まさにそのカーテンコールの時間になった時に、大之助さんが、もう、客席まで降りてきて、僕の手を握って、いいじゃん。 <laughs> 小声で僕の耳元で、いいじゃんって言われて、まあ、まあね、大先輩にそう言われてしまったらもう上がるしかないと思って、まあ上がったんですけどね。で、その後まあ、あの、翼と一緒に、まあご飯を食べに行って、あの、まあお祝いをしたということですかね。うん。まあ、誕生日当日はそんな感じですね。ちなみに、えっと、まあ彼に、翼にこう何食べたいって聞いたら、まあお好み焼きが食べたいと。 いう話だったので、あの、お好み焼き屋さんに行きましたね。はい。まあね、あの、そんな感じの誕生日会でしたね、今年はね。はい。皆さんどうもありがとうございます。まあ、まだまだね、翼宛にメールお待ちしておりますので、えー、ね、何かありましたら送ってほしいなと思います。本当にたくさんね、いただいたんですけども、あの、まあ僕がね、ここで紹介するよりは、あの、 直接ちゃんと翼に僕は届けたいなと思いますんで、えー、責任持ってね、残りのメールもね、すべて届けますので、皆さん何かありましたら、メッセージお待ちしております。